皆さん、こんにちは。森口でございます。日本株速報を今日もよろしくお願いいたします。今日は9月の8日の金曜日になります。お題がこちら。S q 通貨で抵抗ができましたということになります。今日はメジャー S q でしたね。S q 値が32,921円台だったと思います。で、一方、終わりに32,606円ですので、ちょっとこの差は開いてしまったな。ザラバ届かなかったなーっていうところが、 今後のね、なんか嫌な抵抗にならなきゃいいなというふうに思います。個別株では東京エレクトロン、ホンダ、サイバーエージェント、ラクスル、ビューティーガレージをチェックして最後の指数の売買戦略まで見ていきたいと思っています。ぜひ最後までお付き合いください。ということでこのチャンネルではこういった形で終わったばかりの日本株の振り返りを毎営業日の夕方5時でチェックしていきます。なるべく今日の雰囲気を振り返って今日であれば来週につなげていこう。 そんな形で番組構成作っていきますので、ぜひチャンネル登録お待ちしております。それでは今日の振り返り入れていきましょう。まず日本株なんですが、3指数揃って下落となりました。続落ですね。日経平均株価384円の下落です。でかなりまあ下げて安値圏で終えているっていうところですし、今日の S q だったんで S q 値を確認しておくと、速報値で 32, 3 2 9 2 1 3 今日の高値32,920.43ですから、ザラ場で届いてないんですね。高値がここで下げてしまった。もう本当に寄り付き間際です、これは。で、下げてしまって陰線でって形なんで、まあ、S q 値を相当意識して、抵抗として意識されるような終わり方だったんじゃないかなっていうふうには思いますね。しかもこれがメジャー S q ですからね、ちょっとなんか尾を引きそうで怖いなというふうに思います。で、今日値、ね、上がりメガラス、 が少なく、値下がり目柄数がとても多い。中でも半導体関連株、東京エレクトロンの下落が最も大きいですね。後ほどチャートとか要因とかチェックしていきたいなっていうふうに思っています。業種別ランキング見ていただいてもですね、ちょっと終わり値予備に更新しますね。でも、まあ、かなり多くの業種で下げていることがよくわかります。上がっている業種は、商品、電気、ガス、石油、石炭のみということになってます。一方、金平の工業、非鉄金属なんかは2%以上の下落ですね。 売買代金チェックしていきたいと思います。トップのレーザーテックも下落になっていて、東京エレクトロンの下落がやっぱりでもちょっと大きい感じはしますかね。売買代金も久々にかなり多いというふうに思います。そんな中でアドバンテストは逆効高,高って形ですかね。まあ、でもそんなに大きいってわけでもないですけどもね。で、今日はホンダが逆効高,高してたので、この要因は探っていきたいなというふうに思っています。続いて、 こちらがグロースの売買代金ですね、まあ、いつもよりトップカバーなんですけど1桁少ないなって感じがしますそれだけ全体の商いもものすごく薄いという印象ですねまたカバーも下落してしまっているし GNI は1個ランクを落としてますよね、まあ、そういったところからも流動性という観点から下がってるなっていうふうには思いますね では個別株見ていきたいと思います。まず東京エレクトロン見ていきたいと思います。こちらは3.83%の下落です。要因としましては、まずアメリカでハイテク株が下落してますっていうところ、そして半導体株が下落してますっていうところ、まあ、この辺とあと S 級絡みとっていう形かなというふうには見ております。で、ハイテク株が下がるっていう流れの中で、一番大きな影響力があるのはやっぱりアップルだと思いますね。ここも見逃せないニュースとしまして、 朝の YouTube でも取り上げましたが、中国政府による iPhone 使っちゃダメだよっていうね、そういう禁止令、規制みたいな形ですかね。これがアップル株を押し下げていて、2日間で約30兆円ほど時価総額が減っているっていうような、そんな形でございます。また、昨日は新規失業保険申請件数が予想を下回るなど、まあ、利上げ警戒みたいなものも高まって、金利上昇に対するネガティブなインパクトがある、まあ、要は、 ハイテク株、下落している形も目立ちました。ソックス指数も下がってましたし、半導体大手のアプライドマテリアルズも3%超下がっていて、まあ、で、今まで上がっていた東京エレクトロンというのが今日は一番の売りの対象になっちゃったのかなというふうには見てますね。チャートを見ていただければよくわかるんですが、高値更新したのがザラバの高値更新で昨日なんですよね。昨日一回高値を更新して、 で、今日ですから、まあ確かに売りの対象になるのもわかるかなというふうに思います。まあとはいえ25日線の上にいるということですね。最近の上昇では75日線にタッチすることもなくということですから、まあどの辺で止まるかなっていうのは一回見てみたいところですね。信用倍率も1.14倍ということで、受給的にも信用改ざん売り算拮抗してますからね。どっかで止まってほしいなとは思います。ホンダ見ていきましょう。ホンダに関しましては、今日逆行高だったんですね。 でニュースを見ていただくと2つほどニュースがありまして1つはアメリカの証券会社が格上げしてますよっていう形ですね、まあ、こういった格上げのニュースなんかはですね、やっぱりこう株価にとって上昇圧力になりますねでもう1つは北米充電規格採用でテスラと合意っていうこととトヨタのトヨタ秋夫会長がホンダの車を運転した動画っていうのが 再生されたらしくて、これも株価を刺激してるってことですね。これなんかほっこりするニュースですよね。まあこういう協業みたいな、そういう流れっていうのはなんかすごくいいのかなというふうに思いました。ただ、えー、今日0.43%のみの上昇となってまして、ザラバでは上昇られた金を更新する場面もあって、悪くはないんですよ。悪くはないんですけど、これ今日安値引けなんですね。だからまあやっぱり今日のこの地合の厳しさみたいなものを、 このローソク足からも感じることができるんじゃないかなっていうふうに思います。続いてサイバーエージェントを見ていきたいと思います。サイバーエージェント、このように見てみると特にニュースとしては出てないんですね。まあ、ただやっぱりハイテク株、安の重荷みたいなのはまあ一番つながりやすかったのかなというふうには思いますね。 で、下落率がとても大きくてですね、このチャートは節目を割れてしまったのかなっていう印象がありますね。サイバーエージェントに関しましては、直近安値を割り込み、年初来安値更新、大きな陰線をつけているということですから、ちょっと流れがね、悪い流れに変わってますね。 信用倍率も7.76倍。信用改ざんの方が売り算を7倍以上上回っていて、PR も高いですから、ちょっと上値がまだまだ重たそうな、そんなチャートに変わってしまったかなというふうには思います。続いて、ラクスル見ていきましょう。こちらは決算絡みの動きになってきます。情報修正を発表してきました。決算発表予定日は9月の12日にはなっていますが、その前に情報修正ですね。 で実際の修正率で見ますと根拠層に対しては 売上高で4.4%営業益で13.9%最終益33.4%ですからそこそこインパクトはあるんじゃないかなというふうには思いますで業績予想の感じはこんな感じで変わってますね黒点とかなってるとわかりにくいけどやっぱすごい大きな変わり方ですよね売上高も20%以上伸びてて営業益3.8倍ですから非常にインパクトの大きい修正だったのかなというふうに思います7.26%の上昇になっていて冷やしチャートではこのような形 なりましたずっとえこの間でもみ合っていたっいうところから上に抜けるかなっていうようなそんな動きを見せていたんですがさすがに7月13日のザラバ高値を超え,る、まあ、超えてる時間帯はあったんですけど終わりでは超えられなかったって形ですねちょっとすっきりしない上昇かなと思いますあ日以降上昇の可能性はもちろんあるとは思うんですけどもちょっとね上ヒゲの長さが気になるなっていうチャートですね。 今のところ PR66.4 倍です。これ修正後ですから、まあ、そこそこやっぱ PR 高いですよね。まあ、そういったところもちょっと重荷に,になっているのかなと思います。最後、ビューティーガレージ見ていきたいと思います。ビューティーガレージ結構まだちっちゃい株ですけどもね、この美容関連の情報サイトとか、まあ、そういったものを扱っている会社でございます。で、どんな形だったかっていうと、決算ですね。9月7日に発表した決算っていうのを、まあ、今日評価するっていう形になりました。 53%増益第1四半期の決算発表です。で、実際に売上高前年同期比18.1%増、営業利益で50%増、 対上期の進捗率で60.7%ですからかなり良い決算と言えるんじゃないですかね。うん、やっぱこの美容関連っていう最近内需としては結構強いんじゃないかなというふうに思いますのでちょっと注目してみていきたいと思います。また株価トレンドもなかなかすごくてですね、ビューティーガレージ今日は高値更新という形になってきました。まあ、この試合の中でもね、やっぱり高決算を発表すれば比較的小型の株であれば十分にね、上昇するっていうことがしっかりわかるんじゃないかなっていうふうに思います。ちゃんと期待を超えればって形 ありますけどもねとか需給が絡んでなければってところではありますけどもま綺、あ、麗な上昇かなと思いますので今後も期待して見ていきたいところです現在の PR 水準35.1倍ですちょっと高いですけどもねただ信用倍率で見ると1倍を割れている信用売りの方が多いということなので、まあ、踏み上げ含めてもうちょっと上昇余地を考えてみたいなというふうに思いましたそれでは指数の売買戦略見ていきましょうはいまずは日経平均株価です日経平均株価なんですけどもこれ雲の中に入って できちゃったんですね雲がサポートしてほしいなっていうふうには思っていたんですけども残念という形ですそして転換線も割り込んできていますでこの白い線っていうのがメジャー sq 値だと思ってみてください rsi は50は維持はできてますただマックリは下向いてますっていう形ですねでちょっと下まで この節目がないので週明け続落する可能性っていうのは結構高いチャートに見えますただその時基準線や雲の加減っていうのがサポートになってくれればまだなんとか答えられるかなという形ではありますね トピックス見ていきます。トピックスに関しましては、続落しましたが、日経平均株価ほどはひどくないかなという形ですね。転換線は割れていませんし、あれさえ50以上ですし、そして、ックリー下向きにはなってますけどもね、デッドクロスは起こっていないという形になります。まあ、せめて基準線ぐらいでは止まってほしいというチャートです。一方、マサーズ見ていきます。マサーズは要線ではあるんですね。でも、やっぱあれさえ50以下、マックリー下向き、ゼロライン割れ、まあ、そういったところからまだ下がる余地の方が大きいようには思いますね。 アメリカ株見ていきます。アメリカ株の昨日の終値ベースでは、ニューヨークダウは上昇しているんですよね。ただ、転換線に届いていないという形です。マックにもデッドクロスのまま赤い濃いヒストグラムなので、日本の線が広がっていることを表しています。なので、まあ、良くはなってないというふうに見ておいた方がいいと思います。一方で、サンドピー500に関しましては、マイナスの0.32%となりました。転換線基準線ギリギリは超えてるんですけどもね、RSI が50を割れています。マックにももしかしたらデッドクロスが出るかも しれないので、ちょっと警戒心は高めで見ておきましょう。ナスダック見ていきます。ナスダックも転換線と基準線の間、ただ基準線が下を向いちゃってるんですね。で、R サ、SI、イが50を割れてきています。マックディも下向きなので、ちょっとデッドクロスが出た場合には雲の下限程度までの調整を警戒した方がいいかなと思います。最後ラッセル見ていきます。ラッセルに関しましては。 雲をしっかりと割れてしまったとっいうチャートですね、これが一番の懸念点かなと思います、雲の厚みもかなりありますので、今後、雲が抵抗になるリスクが非常に高いと思いますね。 でマクリーのデッドクロスも出そうなので RSI も50割れてますので、まあ、下落が続くもしくは抵抗が意識されるそういう展開が予想されるかなと思いますまた単行とかナリアとか言われたりして先行性が高いとも言われますので、まあ、そういう方向に動かなければいいなというふうに思いますしチャートがなるべく崩れないでね、えー、取り戻してくれればいいかなというふうに思うんですけども、まあ、これはちゃんと事実として見ていきたいと思いますはいということで今日はですね S q 通過で抵抗ができましたってことでまあこんなに見事に動きますかっていうか たはありましたね、まあ、その中ではやっぱり影響を受けた株もありますし、ホンダなんか逆効高してるけども、安値引けとかね、厳しいものもあり、まあ、でも決算ではやっぱりちゃんと交換されて上がっていくってことも分かったので、まあ、しっかりとやれるべきことをですね、やっていきたいなというふうに思いました。では今日もお知らせを入れさせてください。個別名柄男とことん分析するマガジンですが、毎週金曜日更新で分析記事をアップしてます。最新記事は民株ジ・インフォノイドという会社でございます。ちょうどカブタンとかを使って僕もよくやってますけどもね。 それを運営している会社。でも、カブタンだけじゃないんですね。なんで、すごく潜在性を感じたので、よかったらぜひ記事の方を見てみてください。でこの記事単体じゃなくて、記事自体は無料にしてます。で、1ヶ月無料のメンバーシップで見れるようにしてましたので、よかったらチェックしてみていただければなと思います。概要欄に URL が貼ってあります。また、毎週金曜日更新で料理動画をアップしてます。こちらも夕方5時更新。今回は鶏もも肉を バリッと焼く方法ということでやってますのでよかったらチェックしてみてください。ということで今日はこんな感じで終わってきます。今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンをまた明日以降もごめんなさい、来週以降もこのような形で夕方5時目標で更新していきます。来週も聴いていただける方はぜひチャンネル登録お待ちしております。それではまた来週テクニカル分析でお会いしましょう。